前代未聞ゼップナンバー入場無料への挑戦。誰もが耳を疑うその挑戦に一人のアーティストが立ち向かっていた。今回はそんな孤高のアーティスト江ノ神へと迫る。江ノ神の挑戦は体力作りから始まっていた。本当は走るのが嫌いという根の芯だが、この挑戦を達成させるために日本一周中も時間を見つけ走り続けた。日本一周3回目、約半年間の挑戦、紆余曲折ありながらもなんとか大阪ファイナルを大成功に収めることができた根の芯。あとは絶望満員で成功させることができるのか。2024年1月某日、ゼップナンバまで残り3ヶ月を切ったある日、根の芯は真剣な眼差しで衣装の打ち合わせに当たっていた。こっちとはまた違うんですね、生地がね。これがこのジャージっぽいですね。これだったら今これでジャージ作ってくれる可能性が今ちょっと一つを少し。これだいぶ近いですね、これ。そうですよね。はい、上着は、まあ、今色や生地だけでも数百種類あり、決めるだけでもかなりの時間を要する。この生地なんだけど柔らかいもんで、裏に当てて、こういうやつを、当て布みたいな当て布、うん、をしとくとボコ、なんちの落ちないっていう。わかります。わかる、はい、それでやろうかなと。こうやって、ね、はい、で、練習になる。数ヶ月後、日本一周を終えた根から、チーム根の芯に緊急の招集がかかる。そこには衣装が届き、イメージに近づけるべくペンキを持った根の芯の姿が。黙々と作業を続ける後ろ姿はまさに職人そのものである。納得がいくまで塗り直し、早朝に始めた作業はいつの間にか日が落ちるまでになっていた。仕上がりました。これはもう実際に生で見る方が迫力がすごいです。そうですね、はい。この翔太が作ってくれたイメージ通りポンって乗せましょうか。再現して作ったわけなんですけど、できるだけ結構近いんじゃないですか。すごい近いよね。めちゃくちゃ近いですよ。めちゃくちゃ近いやん。色味もこの生地がちょっと染み込んでしまうんで、はっきりもっとね、白とかがこれぐらいパッと出てくれたらね、もっといい感じになるかなとは思うんですけども、まあ、上出来でしょう。うわー、完璧やなこれ。完璧です。できました。これ以上快適なんじゃないですか。これでゼップに立つぜ。ゼップナンバの準備は2日前の夜まで続いた。イベンター等は入れず、チーム5人で2500人規模のライブハウスへの挑戦は並大抵のことではなかった。イベンターとはライブのコンセプト作りから予算管理、スケジュール管理、会場の選定、アーティストとの同意確認、スタッフの手配、宣伝プロモーションなど幅広く関わっていく。これをチーム根の芯は全て自分たちで行っていた。これを畳んで入れるんですっけ。これ動画撮ってんの。今撮ってますよ。これもう自分らで全部作ってるから。おみくじを今作成中でございます。おみくじとパスト、これおみくじを、はい、普通やったら、はいはい、これ畳むやん、こうやってな。そうですね。これハズレくじやから普通じゃないよ、もうこの内容が、うん、どうやるんですか。うん、それを。うわあ、コースだけ。ハズレやな。ハズレやな。めちゃくちゃハズレやな。西成に落ちてるもんこれ。これがこう。これはね。これ入ってます。こうね。いや。ハズレ口やから。こうだって、こう出てきたらゴミかなってね。だから本当にこれ一発目に引いた人絶対なんやろこれってなるでしょうね。なんでこの入れ方なん。優しくな、こうファッとな。ああ、ファッファッと。ファッとしてるから。
ちゃくちゃやな、うん、あんまり強く握りしめたらかわいそうもうこれだけでも、これだけでも嬉しいんちゃう。これをパッて出た瞬間にこうやって広げるやろ。はいはい、これが書いてある、はい、ルーラに当たりやったら、まあ当たり文字が書いてある。そうですね、景品がね、うん、まあ当たり、ハズレくじの当たり。なるほど、分かる。そうですね、はい、嬉しいんかな、はい、どうしましょう。これは絶対終わってからどっかで出すかなっていうところですからね。そうだね。今度今プリンターで出して、うん、でハサミで切って、でこう裏に書いて、でしんくんが最後ぐちゃぐちゃにするっていうね。全部の作業をもうね、全部の作業を台無しにするやつですよ、これは。うん。外れくじやから。まあでも、いいよ。内容はめっちゃおもろいよ。いやーね、まあまあこれ出る頃には皆さん内容分かってるんでしょうけどね。分かってるからね。いやーでなあ、おみくじ、ハズレくじ、これを引くことによって、あの普通の神社とかのおみくじが最悪なやつ出てもなんかポジティブに捉えれるようになったらええなあ思って、そういうことを考えました。なんか人が決めたことや、大凶とかさ。ポスターのなんか遊び心ある。深夜さんがやってるのはなんかパスですね。パスのこの縁を切ってくれてます。これ俺も8個。これあの僕らが首にかけてるやつですね。スタッフというか、あの内側の人っていうかね。はい、でもこんなん新しい発想だな。ね、ぐちゃぐちゃに入ってるって、ね、うん、いやおみくじって言ったらその綺麗に畳まれてるっていうのがもう当たり前ですけど、普通やったらさ、うん、クレームくるやん。確かにね。これをそんな常識に縛られんなっていう話やし。ああ、どうしここにもメッセージ性が込められてるわけ、ね、どうします、そのゼップでそのこれ知らない人がなんかぐちゃぐちゃに入っててどういうことやって、なんかそういうクレームあった、そういうくじですって言ってくれてそれはそれでおもろいですけどね、うん、もうそうなったら僕呼んでください。それは俺も行くわそれはおもろい、ね、ぐちゃぐちゃやけどって怒ってきたら、怒ってきたらやばいな。ハズレくじ言うてるやんけって言えるもんなこれグッズって書いてるけど1個だけグッチって書いてますか。あかん、グッチや、グッチ近すぎて渡されてました。それ切りました。グッチ、チームネノシンのスローガンはエンタメに貧富の差をなくす。そのためにはアーティスト本人がエンタメに一番貪欲で居続ける必要がある。押さえといてそのまま、アイチーズ、さ、手や守れ、レア視聴者の皆様に再確認してほしいのが、これはゼップ2日前の出来事である。アイチーズ、もう一個な、もう一個できる。俺天皇の料理番でやったやつができる。天皇の料理番、その変顔とか出てきます？出てくる。ベロを、じゃあの下唇を、ん、うん、これ唇ってなんだ、すげえ。あと1枚下唇、しなさんできてる、うん、できてるできてる。石田役のメガネかねてちょっと外して目ちっちゃく見せるやつ。あ、そうしようか。おもろいっすかそれ俺好きやけどな子供やんみんな爆笑シーンやもう一枚もかっこいいやつ一枚もかっこいいのないやつ。おもろかった、おもろいんすか。え、ラストそれで終わりっすかね。文字揃った、はい、イエーイ、このチェキが入ってるぜ。これでだけでいいんかな、サインだけ、サインと日付書いてます。日付もここでいいんじゃん。あ、書いてますもんね。いいんですか、これだけで。何枚？ 10 枚。10枚。ゼップ前日、某スタジオにて、昨日のネノシンとは打って変わって、完全にアーティストモードに切り替わった。程よい緊張感が、スタジオを包み込む。忘れちゃってる感じ。あ、まあ、忘れそこまであれですけど。あとね、なんか、あ
もうちょい、あの昨日のリハ聞いてたら、そのパーカッションのサビとイントロ A サビみたいなのがあったとしたら、イントロと A メロとサビのこの音量差があんまりない気がした。そのバスドラとかもそうやけど、もうずっと一定みたいな。だから極端に一回ちょっとさ、盛り上がるところはもうマックスで、それ以外はなんか半分まではいかへんけど、一回半分ぐらいまで音量どれ出しましょう。これじゃあ音最初流れてるところでテープやってみましょうか。流してもらえたら。一歩踏み出せば世界が変わる。中を作るなんてできないけど、僕がずっと夢を追い続ければ、君とつながることはできる。それは巡るため、たった一つのきっかけを探す僕らのストーリー。音量を少し軽度で下げていきますか。これ流れてる方がいいかな。いや、これぐらいでいいと思う。今のところは今の、うん、でもあの滝瀬さんがやってくれた感じで、例えば、僕らのストーリーで、今のぐらいの長さですよね、のところでこう滝瀬さんが今やってくれたのやと、なんか結構ね、僕は好きですよね。ね、こうライブが始まった感じがするっていうか、なんかこういきなりざっとがバーンって消えるように。うわーってなりそうな気がする。いい。でそこでだって僕らもつくわけじゃないですか。そうね、なんか路上からライブハウスに来たみたいな感じがなんかしますけどね。じゃあ今の部分で。そして迎えた本番当日。ありがとうみんな、いつも。ありがとうございます。もう僕らいつでも行きます。じゃあまあ今までも地道にコツコツやってきて、泥水すすってやってきて、全然折れへんライブハウスから支えてくれてありがとう。今日はよろしく。よし、楽しみます。楽しみましょう。もう自分らしく、オッケー、生きていこう。これからも思いっきりいきましょう。よっしゃ、よっしゃやで、はい、行くで、はい、せーの、よっしゃー。陳さんありがとう。よろしく、ぶちかまそう。いってきます。あ、やばいな。あかん、泣くも早い。もういける。
シンガーソングライターをやってまして、僕はですね、半年前に仕事を全部辞めて路上ライブをしてるんですけど、それはなんでかって言ったら音楽で食っていきたい、飯食っていきたいっていう気持ちでずっと音楽やってきたけど、仕事とか掛け持ちしながらやっててずっと口ばっかりやったなと思って、そんな自分をどうしても変えたくて、こうやって路上ライブに出て、なんかその踏み出したことで、なんていうかな、自分がすげえとんでもない勘違いをしてたことに気づいて、ずっと引きこもってた時期が長かったから、でもこうやって路上に出たことで人との出会いとかいっぱいたくさんあって、その中でやっぱりそのもっともっと自分が一歩踏み出したらいろんな人が迎え入れてくれて、この世界もっともっとあったかいよなと思って、その人の温かさとかに気づけました。険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでもええ、それは自分の夢ちゃうやんけ、君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで、おもろいこと。そしてまた一つね、ちょっと夢がやっぱり、まあ、出会いで、まあ、人生が変わって、まあ、それがなければね、自分一人ではもう何もできないし、夢は叶わないなって、まあ、苦しかったこととか悲しかったこと、まあ、辛さとか孤独とかそういうものって必要やったなってめちゃくちゃ思いますね。3回目の投げ銭だけで日本一周をして、それで思うのが、達成することが、まあ、全てではないなっていう、追いかけてる時が、まあ、一番楽しいことを忘れてはあかんと思うし、まあ、目標なんてね、もう達成してもまた新しい目標ができるだけなんで、いかにね今を楽しむか、そしてどういうふうに叶えていくか、その叶え方にこだわりたいなと。そしてまた、僕はちょっと旅に出ます。応援してくれてる人たちに会いに行くためにある挑戦をします。これは日本武道会の序章であり、エンターテインメントに貧富の差をなくすためのスタートラインです。仕方がない、いつだってそう、傷つきやすくてもどうなったっていい、そんな言葉を吐き出すのは
まだ早いんじゃない。誰かが幸せな時は誰かが泣いてるような歪んだ世界は嫌だろう。ネガティブにバイバイどんな時だって君じゃなきゃ鳴らせない音があるから。迷路の中で探していたたった一つの愛はすぐそばにあんだ。だってそんなこともうどうしようもないのわかってんだろう。どんな環境でもそう君次第でどうにだって